Family Comics.木曜の石神の朝は早い。いらっしゃいませ。持ち物検査にご協力を。カバンの口を開け、中を見せてから校内に入ってください。ももか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 。さてと。も、今週はももかん乗ってる？乗ってますよ。よかった。先週また救済だったからな。この作者、3ヶ月に一度は急病を起こしてるよな。やっぱ週刊連載は睡眠時間とかやばいのかな。ああ、いや、単行本作業で救済とかありますし、さすがに3ヶ月で一度のペースで急病を患う人は余命を大事に使うべきです。石神は漫画のことなら何でも知ってるな。何でもは知らないですよ。知ってることだけっす。お、ももかん関東から。ももかん3期あんの？おいおい、来たな石神。2期もやったのに続編って。まあ一概に安心はできませんけどね。いい笑顔。続編決定。週刊ミドルジャンプで連載中のももちゃんは考えない、通称ももかん。青年誌なのにパンツもおっぱいも出さない欠陥ラブコメと呼ばれながらも地味に人気を伸ばし、アニメ化、そして実写化。アニメ第2期の放送、実写第2弾を経てついに第3期に突入しようとしていた。え、いつ3期始まんの？まあまあ慌てないでください。前回も発表から数ヶ月後の放送だったでしょ。今からそのテンションじゃ持ちませんよ。石神が登校中に買ってくる雑誌を隣でなんとなく読んでいるうちに、白金もすっかり桃缶にはまり、毎週木曜のこの時間帯が地味に1週間の癒しとなっていた。うは、すみません。かくして石神の影響からオタの道を歩みつつある白金であった。三期か、来るとこまで来たな。まあ僕は初期からの子さんですし、長く見守ってた側からするとなんかメジャーになって完全に自分の手から離れていっちゃった感ありますよね。まあ作品が広く知られて愛されれば簡単の極みなんですけど、そうすると問題なのはにわかファン、そういうのが場を荒らすっていうか、真っ当なファンを薄くするっていうか。まあ言いたいことはわかるけど、3期とはいえ油断は禁物ですよ。アニメ3期という祭りを前にして熱く語り合う2人。どんどん他のキャラクターとの絡みも増えますし、エピソードの取捨選択が重要になってきますから。そうなのか。しかし、やっぱり石神は何でも知ってるな。こんにちは。何やら盛り上がってるみたいですね。何のお話でしょう。どうする、ちょっとオタっぽい話だし、篠宮たちに話すのはちょっと微妙か。まあ、こっちにはオタク歴の長い石神がいる。こういう時のいなし方も心得てるだろう。実写化もしてるしな。俺たちが毎週読んでる漫画がまたアニメ化するんだ。それでなんか嬉しそうなんですね。いや嬉しいっていうか、まあ嬉しいんだけど、好きな漫画のアニメが見れるってなればなあ石神。いや僕は見ませんけど。はっ、突然の裏切り。いやまあ漫画はたしなむ程度に読みますけど、僕アニメなんて見たことありませんし。さっき楽しみだって言ってたよね。会長に合わせたんですよ。僕はただのゲーム好きであって別にオタクじゃないので、会長がアニメ楽しみにしてるのに水差すのも悪いなと思って。へえ、会長ってアニオタさんなんですね。すみません。会長、隠れオタ。石神は周囲に極力オタクと知られたくないタイプだった。以下はオタクが時折遭遇する場面である。石神、何読んでんの？へえ、ラノベってやつ。こういうの好きなんだ。可愛い絵だね。読書の邪魔してごめん、返すね。
特に咎められるわけではないものの、謎の後ろめたさを感じてしまうのがオタクの習性。それにより漫画とゲームはまだしも、ラノベやアニメの話題は女子の前で控えていた。一方、つい最近オタ趣味に触れ始めた白金はオタの立ち振る舞いが確立していない。変わった趣味の一つや二つ、誰だって待ってますよ。変わった趣味、どうする。隠れオタで行くのか、オープンオタで行くのか、白金はスタンス選択の岐路に迫られていた。もしここで白金にオタクだと思われてしまえば。会長、現実の女の子よりお手軽な非現実の女の子が好みなんですね。そういう趣味は否定しませんが、あの会長が。おかわいいこと。決裁！なるほど、石神が守りに入ったのもうなずける。オタクと思われるのってなんかめちゃくちゃ後ろめったい。でもな、隠し事とかしたくないんだよな。できることならありのままの自分で篠宮に接したい。一体どうすれば。会長、会長、質問です。TG 部の人はみんなひどいアニオタさんで、私もこないだ一緒に見たんですけど、腑に落ちない点が多くって。何？萌えって言うんですか？どうしてみんな目がすっごく大きくて小学生みたいな顔立ちしてるんですか？なのになんで胸だけは大きいんですか？鏡見たことねえの。なんでめっちゃ高い猫なで声で喋るんですか？自分の声聞いたことねえの。あと全員頭に変なアクセつけてるのはどうしてですか？そんな子現実にいませんよ。あの、アニオタって何ですか？アニオタっていうのはですね、年下のキャラをママ扱いしたり、自分の嫁と言い張って結婚しようとしたりする人たちのことです。キャラと結婚？藤原！会長、アニメのキャラと結婚したいんですか？隠れオタか、オープンオタか、白金の選んだスタンスは。いや、ありえないだろう。架空のキャラを好きになるとか。ガチガチに隠れる。だぞ、絵にいちいち特別な感情を持ったりしないから。そんなわけないでしょうよ。俺、そういう気持ち悪い人と違うから。気持ち悪いって思ってたんですね。はあ、そっか、僕に合わせてくれてたんですね。会長優しいから。いや、その嬉しかったんだけどな、学校で漫画の話できるの。ももちゃんめっちゃ可愛いって言葉も嘘だったんだ。会長優しい、嘘つきだ。いや、嘘じゃねえって。もう誰も信じられません。嘘じゃない、本気でももちゃん可愛いって思ってるから。本気でアニメキャラと結婚したいと。ああ、もうどうすりゃいいんだよ。そもそも俺まともにアニメ見たことないから、アニオタもクソもねえだろ。それとも何、アニメ見たいって思ったらその時点でアニオタなの？アニオタの定義をはっきりしてくれる。アニメが好きならアニオタじゃないですか？じゃあ藤原には好きなアニメないのか？いや、まあジブリとかは全部見てるくらい好きですけど。はい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 、オタク。篠宮は赤毛のアンとか、古めの名作あげるやつが一番マニアック、一番オタク。石神は、君の名は何？ちょっと女子受けいいところチョイスしてんだよ。一周回ってオタクだ、オタク。お疲れ様です。いいのが好きなアニメは、あ、マイミモです。闇深そうなチョイス、はい、オタク。全員そこに正座だよ。みんなアニオタなのになぜ上下をつける？別に上下分けなんて。なぜいがみ合う、なぜ信じ合えない。すみません。好きな漫画がアニメ化して喜ぶことはちっともおかしくない。おかしくないよな。はい、おかしくないです。なら喜べ。本日の勝敗、白金の勝利。アニメ化万歳。声が小さい。アニメ化万歳。アニメ化万歳。はい、もっと気持ち込めて。アニメ化万歳。はい、3期おめでとう。3期おめで。もう一回。3期おめで。かぐや様は告らせたい。ウルトラロマンティック2022年4月より放送開始。